ちょっとさっき突然登場してちょっと私たちびっくりしたんですけど、ちょっと初めを決められたのがこちら、後ほど登場します大谷大学のライブペイントの皆さんが書いてくれたらしいんですよ。さっき知らなかったんですけど、うん、すごいよね、すごい、すぐ誰が来るよね。でもね、才能感じるよね。はい、ライブペイントさん、3時半ごろから発表があるので前に出したいと思います。せっかくだから前に出すわ。申し訳ないですね。ぜひね、これよりもっともっとめっちゃ前ですね。あ、大丈夫です。思ったよりね、前に前に出すか。え、全然、いや、いいですよ。この辺で、この辺でしましょう。3時半からもっとすごい似顔絵を描いてくれるらしいですね。そことか貼ってるやつ、すごい綺麗な練習のやつとか言ったんですけど、練習なんですか？練習じゃないけど。でぜひちょっと楽しみにしてるので、ね、はい、本当ね、いろんな人たちに見れてすごい楽しいですね。ジャンル問わずって感じでね、うん、この後も楽しんでいただければと思います。はい、ということで、まとまったんだけどまとまってないんだか分かんないけど、ね、次行きます。はい、次、なんか言ってないことないよね。次、オリジナル曲を聴いていただきたいと思います。純白カージオイド。
ということで、オリジナル曲の純白カージオイドを聴いていただきました。ディッシュ、はい、ということで、ここでライブのお知らせなどなどをさせていただきたいのですが、私たちの主催ライブが今月の30日木曜日の夜7時からあります。そのライブでは、今日は成人式に行っていないんですけど、緑担当のカーニャこと大友かながですね、卒業するのと、あとは新メンバーが2人登場しますので、ぜひね、最初で最後の5人体制のね、副大のプロジェクトを見に来ていただけたらなと思います。はい、他にもライブ、2月4日と2月15日に決まっているので、詳細はブログやホームページ、ツイッターなど確認お願いします。お願いします。ということで、はい、このままね、盛り上がっていきましょうね。次は私たち2部最後の曲なんですが、まだね、実は3部もあるんですよ。何度もすみませんって感じなんですけど、せっかくね、3回も出番をいただいたので、3部一応受けましたよ。2時50分からの予定だったんですけど、多分ちょっと早まってるので、ちょっと早いかなと思いますが、ぜひお時間ある方はね、そのままずっと言っていただけたらね、はい、いいと思います。見れるし。はい。ということでね、この後も楽しんでいってほしいなと思います。では、最後の曲、ポジティブガール、聴いてください。Thank you.
くないアイドルプロジェクトでした。ありがとうございました。ありがとうございました。北大アイドルプロジェクトの皆さん、ありがとうございました。次は